猫自慢登場のにゃんこたち。保護猫のサンは1歳の男の子。先輩ワンコのユキと大の仲良しです。にゃんこのサンはユキの体に乗っかり、毎日のように耳の裏をなめなめ。獣医の飼い主さんによると、シベリアンハスキーという犬は一般的に耳の後ろの毛が柔らかくふわふわ。サンにとってこのふわふわ感がたまらないのかもしれませんね。22歳のおばあちゃんにゃんこモカ、人間の年にするとなんと104歳。日本動物愛護協会の長寿動物表彰を受賞しました。長寿の秘訣は食事の時間や回数を決めず、食べたい時にご飯をあげること、そしてこまめにブラッシング、ストレスを与えないことが大切だと言います。こちらはミスト、8歳の男の子です。公園の駐車場でドアが開いた車に乗り込み、そのドライバーが飼い主さんに。車で出会ったからか、ドライブが大好きで飼い主さんと全国各地を旅しています。そしてタレント青木さやかさんが愛する2匹のにゃんこ、シティとクティ。4年前に静岡県の保護団体からお迎えした兄弟です。2匹は大の仲良し。いつも同じポーズで一緒にいるのが青木さんのご自慢です。これからもずっと一緒だよ。